2008年マレーシア GP でセパン、インターナショナルサーキットを走行する SA08A スーパーアグリ SA08A は、スーパーアグリ界1チームが2008年の F1 世界選手権に投入したフォーミューラ1カー。同チーム最後の F1 マシンとなった。2007年シーズンに、ホンダが使用した RA107 をベースに、リア周辺を、 RA-108 と共通のパーツを使用、その他の空力パーツの一部をスーパーアグリによるオリジナルのものを使用している。サイドポットのボーダーフィンはシーズンオフのテストで試された後方排気口との一体型を採用している。フロントウィングは今までのスーパーアグリ界一のマシンにはない3枚フラップのものを装着し、フロントノーズの中心部分には新たに ブラックのカラーリングが施されている。2007年シーズン終了後、スーパーアグリカ1では、暫定マシンとして、SA07B と呼ばれるマシンでテストを行った。しかしこれは、RA106 をベースとする SA07 とは異なり、RA107 をベースとしたものであった。これにより、再び、カスタマーシャーシに関する議論、批判が再燃した。実際に、翌2008年に、 ホンダによるモータースポーツ発表会においてスーパーアグリのマシーンはホンダからカスタマー供給されることを正式に発表している。2008年になってチームは2月をめイに新車 SA08A を発表することを表明。FIA によるクラッシュテストに合格したもののスポンサー並びにチームそのものの売却に関する協議が難航し、 新車の発表は愚かシーズン前のテストすらできなくなってしまった。結局発表は行われず、開幕戦のオーストラリア GP が事実上のシェイクダウンテストとなった。メシの懸案であったカスタマーシャーシュ問題については、コンコルド協定で2010年をもって使用禁止され、それまではトロロッソとスーパーアグリの2チームに対して使用を許可することが決定した。 これによって、SA-LA-8A の使用は可能になったものの、2010年でのオリジナルシャーシの開発を行う上で、施設、人材の確保が必要となってしまった。開幕前に、チームの株式をイギリスのマグマグループに売却し、経営の支援について基本合意したのも、こうしたことでの多額の資金が求められたからだと言える。しかし、マグマグループの支援が四月になって、 突然解消され、トルコ GP を前にして十分な資金調達が不可能と判断。チームは撤退を決め、SA08A は最後のマシンとなってしまった。ありがとうございます。